ここの下に降りてくるかどうか。降りてこなかったら、直殴り倍率なる時代じゃないから、友情コンボクソザコだったら、ヤマタケの SS をもう、使わされるっていうデメリットあったはず。で、とりあえず下でしょ？ここがダリーのよな。絶対に4ターン使わされるから。こいつらの処理相手に。しかもなんかでけえのよね、これ。ギャラクシーがでかいという概念を、当時の我々知らないから、なんか挟まれるはずなのにいたんかなみたいなのあったはず。で、ボスのこの横レーザーはマジで注意だった。この横ラインにいたらガチで死にみたいな感じだったね。マッチはちょっと狙いたいな。今多分、だってマッチで戦うなんてことまずないっしょ。そう、マッチショットを私たちに教えてくれたのはアバロンだね。イザナミの方が先か？そして、あー今ちょうどいい。だからここの間にこれだと無理だから、上からかな。このぐらいか？そしたら、はい。いや、抜けた！まあいいや、とりあえず、まだまだいける。で、上はそこだけど、確かどこだっけ？この左、右手の鍵ぐらいだったよね。もうちょっと薄く角度にしないときついか。どうだったかな？これでもまだ、これでもまだきついか。二半周、結構やっぱ角度薄めじゃないと、ちょっと修正無理よね。もうレーザーが強いから、あの頃の苦戦があんまりないな。はい。これで、ダメか。これちょっと一回ずらして、リリスだな。リリスにやらせよ。リリスにちょっとマッチやらせない。これ確かゲージワープだったよね。あ、じゃあダメ、ゲージダメよか。クソ。ちょっと、ちょっとずらして、倒して欲しくないから、はい。よし、オッケー。これで左弱だったら余裕でいける。左！くっそ！このぐらいか？弱点がないとね、目印がないから、このぐらいでいけたっけな、はい。いや、ダメか！くっそ！ボスの本体判定が完全にすっぽ抜けてるから、あの、マッチショットって、弱点と、あの、ある程度のこの仕様を説明するとマッチショットって、ボスの判定を円、丸っこい形がぐるっと回ってて、弱点がちょっと出っ張ってるから、その、円の真横の頂点と弱点の間に少し隙間があるのよ。そこにねじ込むのが、マッチショットみたいな感じじゃなかったっけ？一応だからここも、狙えそうな雰囲気はあるけど、とりあえずザコ処理。あ、これ意図せず決まったけど、これよ。あ、これもだからいけそうじゃない？決まった！うおー！やぶねえ！これ。そう、ボスの弱点外のでかい円の外側と、弱点の出っ張りのほんのちょっとの隙間を狙うのよね。で、天草が当時適正だったけど、あれよ、アンデルセンが実装されて、SS がランダで、うわ、リリス、あ、でもリリスの SS、まあ、とりあえずこいつらの処理でいくか。とりあえずこいつらの処理にメテオは毎回リリスは使うんですよ。はい。のぶと。リリスの声ってこんなのぶといんだ。で、メテオを打ち込みますと。で、雑魚処理ができる。お、睡眠助かる！あとは、そうだなぁ。こいつもちょっと倒しておきたいのよな。誰かが下に挟まらない、倒せないから、はい。いかない！いや、ここで、とりあえず下挟まり。で、しかもこいつらレザバリまとってるからな、倒せないのよな、友情で。でもあれが金波になるからなんとかなるかな。よし！あ、これもちょっとマッチ決まったんじゃない今。意図しない、あ、やべ。よし。で、キンハートが出てきました。よし！で、ホーミングでしょ？レーザーは絶対に食らいとうない。あと、マッチで決めてーなー、これ。なんとかちょっとマッチ当てたいな。このぐらい。いや、でも目安がないのよな、これ。
あとは横レーザー。というかもう山竹の SS、多分横間で2連発打ったら終わるのよな、これ。なんとかちょっとマッチ一発決めたいな。こっから、このぐらいか？あ、決まった！これ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 ！そう、これをね、決められたらかっちょいいのよ。で、敵の攻撃が何もない。もう勝ち確ですね。SS 使っても勝ち確だけど。まあ、ちょっともう一回決めたいな。こっから角度直して、よし、決まった！よし、決まった！もう満足！もう満足！でもこれ、ショボマッチなのよな。本当はアイテムとかがあったりすると強いんだけどね。で、山竹の SS。もう決まりだね。で、これは上から撃った方が敵の判定多いからたくさんダメージ出せるっていう。はい。当時の私たちは絶対知らない。そう、これ上で使ったらガチ強なのよな。敵の弱点の判定、上に全部揃ってるから。で、次はニラカナのよね、ニラカナ。ニラカナは私すげえ記憶に残ってるわ。なぜなら友達と一緒にやってたから。お正月にガブイエルみんなで電話しながら弾いて、ワイワイしながらニラカナにも行くっていう。初回はどうやったっけ？リボン、クシナダ、リボン、クシナダ、クシナダ、ガブリエルとかそんなんでやってたかな？いやー、あれは思い出すね。友達と4人でやって、ヒーヒー言いながら勝って、わーってなった記憶ある。それが、私のモンストの全盛期だな。もう、誰もやってねえけど。これで勝てるか？これで勝てるか？あー、モンストやってるけど、ログイン勢でガチャ式が引きませんっていう人がめちゃめちゃ多い。いそう。で、ここはとりあえず右の間に入る。こっからな、あれ、内部弱点が初めてなのがこのクエストだったっけ、確か。で、殴ってって。で、即死が近いのよね、こいつ。これ、ドラゴンの右の数字でもう即死だから、初見は絶対これで死んでる。で、倒すでしょ？あ、やべ。これ左大丈夫っけ？え、大丈夫か。だからここ、いや、でもプラズマ引っ張りしないとちょっと厳しいか。いや、いいか。で、で、レーザー食らう。で、これは真ん中に細いレーザーがあるから、これ食らうととてつもなく大変なことになりますよと。やべ、これ。こっから。あれ、これ即死だっけ？まだ耐えるっけ？ギリ耐える即死？はい、耐えません。さあ、どうすっかな、これ。配置があまりにもポンコツすぎるから、とりあえず、プラズマ引っ張り。いや、これ無理。プラズマ引っ張りで、ワンチャン、上まで行きたいの。やっぱこのぐらいか。まあ、しゃあない。で、重力で、動き回って、プラズマ引っ張りで、よし。で、リボンも、プラズマ引っ張りで、重力展開はしゃあない。よし。で、あとは、これは耐える。横間でとりあえずこれは処理か。よし、いい感じ。バリアやべえ！くっそ！バリアが全然解けねえ。で、こっからはループヒットか。まあ、これは入りに行って軽くループヒットして、おっぶね！で、もうここで使おう、空風は。空風ここで使っても全然構わへんやろう。あ、でも森があるからダメか。森のせいで減速結構するからやりとうないな。どうすっかな、これ。槍は絶対処理でしょ？やり直したくないし。とりあえず槍処理いこうか。うっそ、まだやり壊れねえの！カチカチすぎんだろ！で、リボン。で、ここで、倒す、こいつ倒したいな、こいつ。このデプス倒せっかな？
これで重力引っかかって剣持って、よし、オッケーオッケー、これで回復できる。これで回復 100% 専念するでしょ。入れ番だけしたら、入れ番だけはするなよ。ちょっと待って、これ守護獣使っとこう。もうええでしょ。入れ番だけはガチでするなよ。よし。よしよし、オッケーオッケー。これは耐える。うん。もうホーミングもオッケーだから、あとはもう全員の SS を全て出し切るだけ。どうすっかなー、ループヒットして串灘ずらすの、あんまり、こいつら二人飛ばして、そうだな、串灘飛ばしてこの二人触れるのがいっちゃん良くないから、はい。よし、いけ、なんか串灘も動いてる。おお、来たー来たこれこれいい位置じゃない、これ縦か、あ、しかもガイドもある、最高じゃないですか。これ横で、これで横か縦か、え、みんなどうするこれ、縦縦横どっちがいい、これ縦でもいけそうよね縦でもループヒットいきそうだし、まあ、あと3ターンあるし、即死もないから、仮にこれで縦勘で倒しきなくてもなんとかなるか。横で決めるか、横で行こう。で、帰ってこれるっしょ。で、ブロックで全部見えてるから、からこうでしょ、つまり。これぐらいの角度で、はい。気持ちいい、そんなに気持ちよくない。いや、でもここでもう一回帰ってきて、うん、そんなに気持ちよくない。なんか思ったより気持ちよくないな。で、これはもうここから殴りに行って帰ってきての、はい。よし、うーよし。うわ、ラッキー、いらねえいらねえわ。いや、ほんともっといいとこで出てくれよ。いや、なんかもうすべての出花をくじかれた感がある。じゃあ今回はこれで。で、次回は、やるときは、まあ、ちゃんと覇者の塔を卒業して、ある程度石は貯めときますわ。コラボだったら、コラボガチャやります。コラボじゃなかったら、何もしません。でもこれでちゃんと、ほい。いや、でもこれでダルタニャン出てきたら、もう、爆絶、あれ豪絶タンクだっけ、天魔登れるようになるから、はい。うん、まあ、でしょうね。でしょうね。さすがにそんな都合よくいかんか、もう一回行こう。おい、いやー、落ち作ってくれてる、ありがとう。これで、ダルタニャン出て、わー、綺麗に終わったみたいな。はぁ、一番利用価値ねえやつ出てきた。